旅が好きなんですよね、乗り物とか。そうです。それをだから成り上がにして、野球選手ぐらい稼げる時代ってやっぱ素晴らしいですよね、それね。スーツ交通チャンネルとスーツ旅行チャンネルという YouTube 動画作っておりまして、あのおかげさまでたくさん稼がせていただいて、<laughs> もう感謝しかないという感じですね。久しです。いや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 、いや俺も大体たい YouTube やってますから、売り上げわかりますけど。実、ね、は味、い、噌食っちゃってますよ、ね、売り上げ。年間ですか？これ言っていいのかわかんないいってゃましたいっちゃいました。まあまあ、うん、いや。 日日何日ぐらいでここ行かかれてんですか前に数えたときに250日ぐらい行ってたんですよ、えー、ただもうあんまりにも旅行行きまくって毎日行ってるじゃないですか、うん、だから日にち情が全くないんですよ、ロンドンのテムズ川の辺りとかうろうろしてても、もう何も思わなくなっちゃって、趣味がなかっ,ちゃったんですよ、た <laughs> んですか多分趣味としてやらなかったからだと思ってますね。 お深い。これ、あんまり言いたくないんですけど、実はみんな観光したくないんじゃないかなっていうのが僕ずっと思ってすね。どういうこと面白そう。ビジネスパーソンのための趣味 3.0! <laughs> <laughs> っていう番組この間作ったんですよ。今日めちゃくちゃお会いしたかったんですけど、えー、本日は、交通旅系 YouTuber のスーツさんです。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。なんか、 YouTube でいつも見てるから不思議な感じですね。あい、つも見てくださってるんですかもう <laughs> ちょっと言い過ぎました。たまにあ。あ、ですよね。いや、僕もね、たまにリハックを拝見してます。<laughs> <あ>そうついに、ね、<laughs> いつも見てますって言いそうになっちゃうんですけど、でもたまに見られて、見ていただければ嬉しいですね。そうですね。簡単に自己紹介いただいていいですかあ、わかりました。スーツ交通チャンネルとスーツ旅行チャンネルという YouTube 動画を作っておりまして、一応交通チャンネルが登録者が100万人ぐらい、うん、で、旅行チャンネルが60万人だったかな、うん、70万人ぐらい、こう皆さん見ていただいているというのを5年間続けております。 私25歳で、あの、大学、在学中にこういうことをやり始めて、まあ、あの、もっぱらお金儲けのためにずっとやってるんですけれども、うん、あの、おかげさまでたくさん稼がせていただいて、<laughs> もう感謝しかないという感じですね。<laughs> 潔いですよね。いやめっちゃ稼いでるんですだって、僕の手元にある資料だと、はい、だからその、交通系、鉄道系のメインチャンネル108万人、うん、旅系が77万人。あ、77万人もいるんですねって書いてあります、ね。あ、そうなんですね。知らなかった。合計108万人超えてて、 ということで、相当、いや、俺も大体 YouTube やってますから、うんね、売り上げ分かりますけど、実は2、3億いっちゃってますよ、ね、売り上げ。年間でですか、うん、あ、でもそん、本数がね、あんまり出せてないんですよ。あ<ー>だから、あ、でもまあ、会社としては、これ言っていいのか分かんないけど。ゃ言っましょ言っゃいましょまあまあ、いや、うん、まあ、でも多分、そんぐらいのイメージを持っていただいていいと思います。だって、経費は全部落ちるから、旅行の。あ、そうですね。あらり半分としたって年収1億じゃないですか。 あ、多分そんぐらいはなるんじゃないですかね。<laughs> 旅が好きなんですよね、乗り物とか。そうです。それをだから、な、うん、りわいにして、まあ、夢の野球選手ぐらい稼げる時代ってやっぱ素晴らしいですよね、それね。いや、これね、すごくいいことだと僕思ってたんですけど、はい、ただもうあんまりにも旅行行きまくって毎日行ってるじゃないですか。うん、だから、日に日常感が全くないんですよ。で、どこ行っても自分家にいるのと同じ気持ちになっちゃって、<laughs> で、<laughs> 海外旅行だとまだそれなかったんですけど、はい、この間ロンドンのテムズ川のあたりとかウロウロしててももう何も思わなくなっちゃって、<laughs> 趣味がなくなっちゃったんですよ。だからね、この番組に <laughs>、うん、経営者向けの趣味番組みたいな感じじゃないですか。経営者ビジネスパーソンですね。ビジネスパーソンか。うんうん、ごめんなさい。ビジネスパーソン向けのね。うんうん、でそういう風うな立て付けなので、うん、僕も見て、僕が新しい趣味見つけなきゃいけないんじゃないかなっていうのが今の感じなんですけど。うん、いいですね。そしたらちょっと、二つの層に向けてやりますけど、一つは、まあ、まだそんな旅 に慣れてない方とか、旅そんなに普段がちょい行く人じゃない向けの、えー、穴場おすすめスポットと、はい、そう一周しちゃった人向けのちょっとマニアックのトークもしますかはあそれはいいと思います。ちょっとどういう旅なら刺激受けられるのかみたいな。それいいですね。にしても、そんな毎日旅行かれてるんですかもう 家で要は編集作業とかも自分でやることも多いんですが、うん、そういうのが何もないときは基本外でずっと撮影して23、うんうん、日空いてれば必ずどっか横行くみたいな感じですねえ365日何日ぐらいで横行かれてるんですかれんす前に数えたときに250日ぐらい行ってたんですよ。いやいやえで今はもしかしたらもうちょっと行ってるかもしれないです。250仮に280日行ってるとしたらほぼ休みないな。 まあそうですね。でも別にそっ編集してるんですよね、だって。あ、編集はもう休みみたいな感覚で。要は家でこう、座ってられるじゃないですか。で、外でこう動き回ってる方が体やっぱきついんで、うん、まあ毎日が運動みたいな感じなんです。体きついって旅言っちゃってますもんね。あまあ、醍醐味だと思いますけどね。<laughs> はいはいはい。へえ、まあ。 そもそもなんですけれども、えー、今、スーツさんは個人でやられているのと同時に、なんかユーチューブの事務所みたいなのがあって、たくさん、そこらも簡単に教えてすよく調べていただいて、ありがとうございます。あの要は、ですね、うんまあ、僕のチャンネル再生数がおかげさまでいっぱいあるので、うんまあ、それぞれ企業とか、特に自治体とかですね、その行政系のところから、うちの観光地を紹介してくださいというこう案件とかいっぱいいただくんですけれども、うんまあ、自分一人では抱えきれないし、逆にその大量にいただいているのをこう断っていくぐらいだったら、より多くの人とこうそれをシェアして、うん、信用をもっと獲得していきたいな あってなりまして、うん、私たちの方で YouTuber さんに何かお声がけして、うん、今ガミさんと綿貫るさんと小粒チャンネルさんと3名いらっしゃるんですけども、うん、その皆さんでこう案件をもっとこういっぱい受けていくこうとやってますなるほど、まあ、代理店ビジネスみたいなことですよねあまあそうですよね多分僕はあまりビジネスの仕組み分かってないんですけど多分そうだと思いますういうえちょっとなんか参考に来てます代理店って大体10パーぐらいですか抜くのああどうなんでしょうね僕もね、はい、何パーセント抜いてんの僕そこあんまタッチしてないんですよはい、はい、要は制作部なんで めっちゃき、なんか儲かりそうじゃないですか、それ。多分、まあ、始めたばっかりなんであれなんですけど、うん、まあ、儲かるんじゃないかなと思います。まあ、皆さんにもね、所属している皆さんにも儲けていただけるんじゃない、うん、まあか。そうですよね。ウィンウィンな関係ですよね。うん、まあ、確か僕もなんか仕事やってるモチベーション、なんか、会社の金で旅に行ければいいなぐらいのモチベーションの昔やってたんですよ。うん、だ旅行、楽しいとこいっぱい行きたいなと思いつつやってたんですけど、じゃあ、まず、スーツさんっの、あれですよね、どこら辺から旅にハマったのかっていうところなんですけど、 でもなんか結構、プロフィールみたらエリートっすね。 岩倉高校なんですよねあそうです。岩倉高校ってエリートなんですか岩倉高校だって、鉄 <laughs> ちゃん会のエリートですかああ、ありがとうるやつです。よねあ、そうです。ああ、世間でそう思っていただいてるならありがたいですね。うん、もうわれわれは高校に入ったら、うん、もうこのお先真っ暗みたいな、もうお前、岩倉に来ちゃってみたいな話とかによくしてましたけども。<laughs> 上野にあるんですよね、あの乗組、鉄道員を育てる専門学校って。そうなんですよ。あの、うん、高校としてやってるっていうのがまた面白いところなんですけど。うん、で学校のの中に電車の実物をなんか 切断したものが置いてあって、うん、本当なんかまあ運転手さんごっこみたいなのをこうリアルにできる、うん、電車で動こうみたいなのご存知の方はそれを想像していただければいいんですけど、うん、でまあ一応電車の運転手になるにはこういう心構えでみたいなことを先生に話されたりもしましたね。うん、あれ絶対俺子供が電車好きだったら入れたいと思うんですよあの。 運転もできるし、なんか、ドア閉めるとピンポーン、ピンポーンですね。はいはい、すごいも型いっぱいありますもんね。まあでもね、あれやるのも学校生活の最後の方なんですけど、もうその頃には、もうみんな、うん、なんていうんですか、もう別にそんなん、やらんなくていいんじゃないみたいな感じになってますね。<laughs> 僕はちなみに、もう受験シーズンだったんで、<laughs> もう運転してるふりして、あの、裏に隠れてずっと英語の勉強とかしてて、僕はやらなかったです。やら、うん、なかったですかはい。授業中隠れてました。<laughs> そっか。ね、あのー、岩倉高校行ったんだけど、鉄道員、 が不採用になっちゃって。あそうなんですよ。僕、JR 東日本の入社試験も受けて、東京の田端で受けたんですけど、うん、それ不採用になったので、その後大学に行ったって感じですね。うん、なんでスーツが不採用になったんだろう。なんでなったのかわかんないんですけど。オタクすぎたのかな、やっぱ。いや、まあでもね、オタク感は多分あったと思います、本当。やっぱ JR 東日本さんって、岩倉高校から来る人のオタクっぽい人落としちゃうんですか あでもそういうのはあんまりないと思いますね、す意外にオタクっぽい人も入ってるなっていう印象でした。うん、でもまあ結果良かったですよね、それで、横国に行ったんですよねなぜか分かんないんですけど、横国大の推薦入試をその時に受けたんですよね、うん、受験勉強も全然してなかったんで、それしか入る方法なかったんですけど、はい、そしたらなんか拾ってもらえて、よく分かんないけど、大学生になれたみたいな感じです、うんまあ、大学生ってね、旅する時間ありますから、交通系 YouTuber として、えー、活動し始めたと。 そううな,んで,すんな形ですか、ね、うはいもうせっかく高卒じゃなくて、うん、まあ大卒としてまたなんかもっとこう上を目指せそうじゃないですか、うん、まなったんだったらもっとお金稼ぐ方法ないかなと思って、うん、YouTube やり始めたらまた、うん、まあ何でかわかんないですけどうまく当たったっていう感じでそのままやってます、うん、あでちょっと今日やっぱりそこから何で成功してたかの秘密も探りたいですしっ、まあ、ていうか旅行に限らずですけど趣味を仕事にして。 仕事では副業ぐらいかなうん、うん、副業ぐらいにして稼げたらいいなってみんな思ってると思うんでそこら辺のちょっと秘訣は聞いていきたいんですけど、うんまあね、引っ張ってもしょうがないからずばり聞きますけどなんで成功したんですか多分、うん、趣味としてやらなかったからだと思ってますねお深い、はい、あの同時期に結構僕ぐらいの知名度を誇ってる人が横並びで何人もいる時代あったんですけれども。 の延長でやっていた方たちは再生数を維持できなかったり、没落していったりとかしたっいうのは正直な印象で、僕はもう自分が行きたいところとか、うわ、これ見たいなとか思うものとかやっぱりあるんですけど、そういうのはもう行かないようにしてるんです、あんまり自分で。例えば、電車マニアなので、あの国鉄昔あったじゃないですか、国鉄型車両とか、まだちょっと残ってるんですよね、JR の古い車両が。本当はそういうのとか見たいんですけど、もう世間一般の人たちはそんな古い電車のことは知らないし、別に興味もないから、それよりなんか新しい電車とか こんなこ観光客向けに作られた電車あるのみたいな、うん、そういうやつの方が再生数が例えば取れたりとかして、うん、でそこでその旧型車両とか、その自分の興味ある方を向いちゃうと負けだなってのはいつも思うようにしてます。だから、もう結局、趣味の延長じゃないんですけど、趣味から始まったんだけど趣、趣味で好きなことやらなくなっちゃったんですか、じゃあそうですね、であ,<ー>あったから、まうまくいったんだろうなとは思います。すげえ深いけどそして ただダメじゃんまあ夢はないかもしれないですあ、でもやっぱりもともとの趣味があったのでそのどういうところが面白いかのポイントとかを掴む能力はだいぶ長けていると思うんです、ね、なるほどはい。だから、まあ、趣味の延長として成功したわけではないと思うんですけど趣味がきっかけで稼ぐ方法を見つけ出すのに有利に働いたと思いますねすげえそれ参考になりますね趣味があるとまず、うん、それを仕事にして稼ぎたい場合には趣味の延長でやっちゃダメって まあ趣味だったからこそ分かるポイントがいっぱいあるけど、それをプロとしても使いまくるってことか。あ、そうですね。自分の気持ちは違うところ行って。はい、もう金になりそうなやつだけをこう磨いていくっていう感じになると思います。うん、<laughs> であとやっぱり、それでやっていくと自分の関心も変わってきますね、うん、だんだん。うん、まあやっぱ古い車両も昔は好きだったけど、それ以外にも良さがあるなとか、うん、そのお金になるものをずっと研究するようになるので、うん、その金になるものに興味もだんだん向いていくから、もともとよりも広い範囲で鉄道とか観光とか楽しめるようになったなと思います。そうか がが広るるとも考えられるかあそうですね。今までニーズとかじゃなくて自分のこう好きな方だったけどね。そうそう古い車両とか。はい。ああ、それが世の中のニーズどっちかっつって、意外にこういう豪華寝台特許もいいわみたいな。あそうなんですよあ<ー>そう。新幹線も前は別に対して興味なかったんですけど、はい、今やっぱ乗るために面白いなとか思いますし。ああ、そっか、それは、まあ、ま、 それれをを前向きにに捉えれば視野を広げるるってことになるのかあとね鉄道の趣味ってやっぱり古いものにみんな興味がある人が多いんですけど、うん、あの新しいものに興味を持てなかったりとかただ鉄道車両はいつまでも古い車両が残り続けるわけじゃないので。うん いいいつか時代が変わるとももうう古いものは全部ななくなってしまうんですよね、うん、でそうなった時にもう何も興味が持てず趣味さえも失ってしまうっていう人は結構いるんですけど、はい、僕の父も鉄道好きなんですけどもう十何年も多分鉄道写真とか撮りに行ってないと思いますしうん、うん、ただまあ僕はやっぱり新しいものを金になるからっていうんでずっと勉強し続けてますから今でも興味持てますんで、うん、逆にあの長期的に見れば趣味を一番維持しやすいやり方なんじゃないかなと思います金になる嗅覚ってどうやってこう身につけるんですか あまあ、やっぱりいろいろ出してみて、一般の人がこう、あこれは見てもらえるんだなみたいなあるじゃないですか。はい、でそれはまあ徹底的にこすり続けたりとか、はい、みんなやってることは一緒ですね。鉄道の YouTuber の方って他にもいらっしゃいますけど、はい、やっぱりみんな同じような動画をずっとこう出してるんですよね、はいであの。この動画前にも出してたじゃないかとか、他の人も見てても思うんですけど、はい、自分もやっぱり前にも出したような動画何回も出したりとか。はい でもあのみんながこう興味持つような範囲っていうのが、うん、割とこう一つ決まってるんだなと思いますね鉄道とか旅会いで人気ってた何なんですかやっぱり飛行機のファーストクラスとか、そういうのは出しておけば間違いないと思います、えー、なんでなんですかだって、一般の人、あんま乗らないじゃないですかあ、まあ、でもみんな知ってるじゃないですか、飛行機のファーストクラスがすごいっていうのは、謎解、はい、きみたいのか、はい、そうなんですよこの間あの、栃木県にすごい豪華な列車がのスペーシャー X っていうのができたんですけど、でもう超特別なやつなんです多分みんな知らない人が多いと思うんですね、東武線の、はいうん、そういうのがあるんですよ。 で、あの、それは本当に素晴らしいでしだから、僕は乗った方がいいと思うんですけど。うん、ただ、と言われても、あ、そうなんだ。封印で終わって、多分忘れていく人が多いと思うんですが。はい、ジャルのファーストクラス、すごかったよ。一回乗るのに百万円かかるけど、あれは一緒の体験だったわ。みたいに言えば。へ、うん、そうなんだみたい、多分、大体にそう思うと思うんですよね。見てみたくなりました、ねあ。ですよね。はい、そう、なんで、まあ、やっぱり、その、もともとの、その、まあ、認知度とか、人々に短い言葉で、どれぐらい染みあたるのかみたいなのって、うん、ある程度集約されちゃうんだろうなと思います。うん、いや、まあ、なんか。 そう言われたらそうかもな、なんか僕、テレビ局にいたときに、まあ、結局、旅番組って、なんか大体見たことないものとか、新しいものをやりたがるんですけど、あそうなんですねとはいえ、でも数字取ってるのは、房総半島の菜の花畑と、ははいはい、はい、あとまあ湘南のしらす丼と、うん、なんかやっぱ知ってるところなんだよなそう、そうなんですよね。うん、もうみんなが知らないところほど数字が伸びなくなるので、<laughs> うん、これ、あんまり言いたくないんですけど、うん、やっぱりね、あの、 再生数が取れるものをあのずっとこう、こするしかないと思うんですよね。あ<ー>あで、新しいこととか、珍しいものを YouTube で紹介しようとする人いっぱいいるんですけど、それも大間違いで、うん、珍しいものなんか紹介しちゃいけないっていうのが、やっぱりいつも気にしてることです。す、うん、私はですね、あれなんですよ、本当は逆やりたくて、うん、美白チャンネルも、美白旅っていう番組なんですよ。うん、で、これは、なるべく普通の人は行かないところ、うん、例えば、この間だたら富山とか、うんうん、その前ちょっと似てるだけじゃない、青森とか。うん 全く知らないとこをこう広げるっててゲームやってたんですようん、うん、でテレビ局いる時もなんかあの空から日本見てみようっていう番組やってたんですけどああもう拝見してましたもう素晴らしい番組で鉄道好きには刺さりますよねいや本当そうですよね <laughs> だしあの鉄道からより広い視野を ににに向けけるるのいいいきっっかけになる番組だったと思います、うん、もう小学生の時に大変そう,うになりまして。あ,あ小学時代ですかねあ,あ、多分小学生だったと思います。じゃあ、もう、くもじは知ってますね。あ、もちろんです。<laughs> <laughs> あれも比較的、数字取るのはやっぱり山手線とか、やっぱこう、有名な路線だったんですけど、うんうん、なるべくでもなんか、普通の数字の出目と違うとこ行こうっていうのをみんなで頑張ってて、うんうん、本当はそうじゃないとこ、やっぱ暴走と湘南一緒やってると、 やっぱりこすれてきちゃってと思うんですよね。まあまあそうですよね。そうだって俺、ちょっと拡大方向とか、裏に行こうとするんですけど、うん、そこへのスタンスの違いも面白いから聞いてみたいんですけど、うん、そうか、まず旅で言うと、ファーストクラスは人気あると分かりました。そうです、ね。旅行地で言うとどこなんですか、今。行き先で言ったら、もう、はっきり言って、うん、えー、太平洋ベルト地帯。まあ、東海道新幹線沿線ぐらいじゃないですかね。熱海。はい。京都。あと、どこですか 名古屋もね大丈夫です、なぜかというと、みんな名古屋にどんな観光資源があるかとか、大阪にどんな観光資源があるかとか、気にしないで行ってみたいなってみんな思うみたいなんですよね、観光資源じゃなくて、その街に興味があるみたいなので、だから名古屋でも全然伸びますし、名古屋、京都、静岡も行けると思いますね、あとやっぱり自分の家の近所からどれぐらい近く行けるかっていうところと、周辺人口から考えると、東京から大阪ぐらいの範囲になっちゃうんだと思うんですけどね。 やっぱ関東起点でで考えるわけすよか関西起点で考えてやったこともあるんですけどやっぱり関東の数字はそうですよね、それはなん旅番ンもそうですよね、よね。今は趣味の番組ですからざっくばらんに聞いてきますけどここから秋から冬じゃないですか、なんかおすすめの観光地はって聞かれたらど答えます超穴場みたいなところだったら別なんですけど定番観光地の穴場とか知ってる観光地の穴場。 そうですねとかあの大都市とかのあこういう面があるんだってのを知っていくのが僕いいんじゃないかな最近自分で作るのはハマってますねおいいですね最近なんか面白かったのありますニューヨークに行った時にまあちょっとニューヨークにみんな行くかわかんないですけどみんななんかタイムズスクエアとかに行くじゃないですか行ますよねニューヨークってもともと島の形になっててアメリカからヨーロッパにすごい一番近いところだからあの船がなんか外交からすごい入ってきやすいような地形になってるんですよねでなんかあのマンハッタン島の下の部分ってもうなんか この紙を溶かす串みたいな感じで大量に船着き場がこうびっちりとあって、はい。 でもうなんか船着き場に街が囲まれてるらしいんでニューヨークの船着き場とか橋とかをずっとこう見に行くような旅行をしたんですけど、うん、そうするとあニューヨークがそうやってあのこう物がこう入ってきやすいから取引の街として栄えたからだからこんな高層ビルとかが立ち並んでるんだなみたいな、うん、こう勉強になってああのタイムズスクエアに行くとなんかギラギラしててすごい終わっちゃうんですけど、うん、あだからこうなのかって分かるとなんか次回以降の自分のお土産みたいになるじゃないですかそれがすごくあのいい経験だったなと思いましてでそれをきっかけに やっぱいろんな町がどういうふうな経緯で発展してきたのかとかを紹介するように最近はしてます。うん、あ、いいですね。大都会の知られざるとこか。 そうですね、まあ、大都会じゃなくても観光地とかでもいいんですけど、うん、その超定番ポイントなんだけど、はいはい、実はみんなが見てないところが結構あるんですね、うん、まあ大体、歴史に関することですけどね。ニューヨークの船着き場行くとな何があるその100年ぐらい前の客船ターミナルとかがあって、うん、で1950年代ぐらいまでですかね、うん、あの飛行機がまだ大西洋団とかやってなかった頃に、あに、みんな客船であのタイタニックとかそういうやつ移動してたような、時代の,その船着き場の建物とか、普通に置いてあるんですよね。 あの船に乗ってヨーロッパ行ってたのかとか見るとやっぱ思いますしそうするとあの自由の女神がなんであそこにあるのかとかそれもニューヨークに入ってきてアメリカの玄関だからあそこに立ってるわけじゃないですかっていうことが分かるようになって面白かったですねやっぱ俺スーツさん気が合うかもしれないああそういうの楽しいですよね俺ねニューヨーク行ったときやっぱりみんなタイムズスクエアとか行くじゃないですかはいもちろん存じ上げてあのニューヨークとマンハッタンのブルックリンとかね、はい、何個かあって一番前なのはスタテンアイランドでマンハッタンの島に向く島なんですよね <laughs> ス,スタイラド行ったことあありますあのフェリーに乗っただけなんですけど、僕は、ただフェリーは4往復ぐらいしたことあると思いますな、うんで4往復、うん、<laughs> スタテンアイランド行きフェリー、なんで4往復してんですか <laughs> あ、自由の女神をこう案内したりとか、あとスタテンアイランドフェリー自体が、うんアー、ツアーでツアーあツアーじゃないです、あの僕があのこうなんか知り合いをここなあるんですよみたいこう紹介したりとか、あと、まあ景色がマンハッタンと南端から見られますよね、うん、はい、はい、がいいのと、あとはあのスタテンアイランドフェリー自体があれ、うん。 一時期50年代とか60年代のフェリーでずっとやってたらしいんですよね。物自体が日本ではないような文化財みたいなやつでこう運転してるのであのそれが面白くて乗ったりとかしてましたね。あそか乗り物目線で乗ってたわけですね。あそれもありました、はい。だからスタテンアイランド自体は僕ちゃんと回ったことはないんですけど。うんうん、なんかスタテンアイランド回っっっって、まあ、面白かったとやっぱちょっと、あのー 浦安とか市川みたいなな雰囲気なんでですよあでしょうねそうで東京観光を来ても、市川と浦安の良さってまだまだ伝えきれないじゃないですか。あ、そうですねで。スタテンアレンジの,のどかさとかもあって、よかったんですけど、まあ、それ大都市の確かに裏がって面白いです。まあ、ちょっとニューヨーク遠いかもしれないですけど、日本だとどこですか日本だったら、まあ、この間大阪に行きまして、うん、YouTube って、この番組もそうだと思うんですけど、うんうん、冒頭のところでライトな人がいて、だんだんこうみんな離れていくと思うんで、最初はまずライトなところから、でうでね、そこでこうボンボンボンとこう定番の道頓堀とかを出しておいて、ちょっと伏線的にですね、 道頓堀川が流れてるじゃないですか、なんか道頓堀みたいなやつって昔、大阪にいっぱいあったらしいですよね。<う>もっとあの、あれが多分5倍ぐらい多分横に通ってたらしいんですよ、いろんな堀が。でも、もう高度成長の頃に水質悪化ということで全部埋めちゃったらしいんですけど、まあ、そういう景色、ちょっと皆さん見ていただいておいて。うん、で後半ぐらいで あの大阪の水運の歴史がこう分かるようなあの博物館に例えば行くと大阪の地形はもともとこうなっててとか紹介されてるんですけどそれでもともと大阪ってあのほとんど海だったところをあのこう砂が堆積して陸地になったからあの平地ばっかりなんで堀とかが通せてで立地もあのすごく西日本の方を向いてあのこう海の立地がいいところなので外交からやってくるあのこう貨物船が入りやすい。 ところだったたから発展しましまみたいなこれは分かる博物館があったんですが、うん、大阪が今みたいな商業都市になったのはそのいろんなところから物が入ってきたからですけどじゃあその入ってきたところを見に行きましょうっていっ,、まあ、った先にユニバーサル・スタジオ・ジャパンがあるんで、うん、USJ からの景色を映してですね,ですねでそこからあのこう海から船に乗ってあのこう大阪の,あの中之島とか淀屋橋とか梅田のちょっと南ですよね、うん、あの辺の,あのこう高層ビル群とかを映してですね、うん、でまあ昔の人はここからこういうふうに荷物を運んできて、うん、であの今ここで取引してる だから今大阪のビル街はこんんななな立派なんですみたいな話とかあ<ー>まあその動画出してないんですけど、うん、まあ多分あの大阪市民の方とかが結構いっぱい見てくださって、うん、でああうちのところはそういうふうな成り立ちだったのかとか多分それで初めて気づくと思うんですよね、うん、だから今の大阪はこんな状態なのかみたいなのをハッ、うん、となっていただければうちのチャンネルの,あの、まあ、特技をこう披露することになったので、うん、あの視聴者として定着してくれるかなと。 そっか、っだから町の観光地って、も地理とか歴史とか成り立ちみたいな、そういうの結構重視して情報を詰め込んでいる最近はそうですねあの。なんでこの町がこんな姿してるのかみたいなのを紹介するようにしてます。それ全くもう、くもじいと趣味が一緒じゃないですか。あそうかもしれないですね。そうですよね。うん、そうそう、くもじいもね、そんなことやったな。僕、大阪やったんですよ、空から日本見てみるはい。大阪から神戸。うん。みたいな、やつ面白かったな。あ、夢島とか、あ、の方とかってっ。 夢島まっあの今埋め立てってる最中です。あのフェリーとかでね、横通ったりとかしてます。船できたってことですね、あっちの方から。えっと、帰りフェリーで大阪をこう出港して、それで終わりにしたんですけど、はい。で、一応通りましたね。え、なんでそういう街の成り立ちとか見るのが楽しいんですかまあ、俺も楽しいから気持ちは分かるんですけど、はい。これはですね、あの、金になるからなんですけど、あ、なります。意外に。もう一回やろうかな、そらばに読みてなるんです。いや、これなんで金になるかっていうと、 あの定番観光地に行ってみんな観光してるように見えるんですけど、うん、実はみんな観光したくないんじゃないかなっていうのが僕ずっと思ってるんですよどういうこと面白そうこれ面白い話だと思うんですけど、うん、例えば大阪城とかそのお城系の観光地に行くと店主、はい、から一番上から見る景色とか売るじゃないですか、はい、でもそれだけじゃなくてお城の中に大体その歴史的なその遺物とかパネル展示とかがあって、うんはい、豊臣家がこういうふうな改修があってとか、はい、でそれをみんなこう行列してあのこう熱心に見てるんですけど。 じゃあそれが例えば YouTube に流れてたとしてその動画をわざわざ再生してみるかっていうとまあ絶対見ないと思うんですよないなはいでじゃあなんでみんなそこに立ち止まって観光地にあるものをあのそのみんな熱心に見てるのかっていうと多分行ったからには見なきゃいけないみたいな、うん、そういう意識で見てる人が僕は多いんじゃないかなと思って,て、まあ、脅迫観念的なことかああそうですねまさに脅迫観念だと思うんですよね 例えば大阪に行ったから、まあ、道頓堀は見たいよねぐらいはあると思うんですけど、うん、旅行に行く時にその目的地のガイドブックを買ったりとか、うん、ネットで大阪観光ランキングとか検索する人多いと思いまうんですよ、ね、あるじゃないですか、うん、であれって結局自分が行きたいのやりたいことは大阪に行くことであって現地で、うん 観光したいわけじゃないんだけど、うん、でもなんかやらなきゃいけない気がするから、うんうん、じゃあなんか観光しなきゃいけない場所はどこがいいのかなって探してる消去法的な選択な気がするんですね。うんうん、それがそんなに人気だったら、道頓堀歩きとか、うん、なんか海遊館に行ってみましたみたいな YouTube 動画がバンバン再生数稼いでると思うんですよ。はい、でも全然そういう動画は見なくて、伸びてるのは大阪のグルメ食べまくりみたいな感じじゃないですか。食事は人気あると思うんでですけど、うん、もう旅行先で 一般のの人が心かからら楽しいいとと思ってるのは食事とかそれぐらいで、うん、だから定番の観光地を観光して写して回してもしょうがないなっていうことに気づいたんですねじゃあちゃんとあの視聴者がまあ感銘を受けているのは何かなっていうのを見るとうん、うん、町の歴史とか紹介することだったんですけどそれは何でかっていうと実績があるんじゃないですかね「ブラタモリ」とかもそうだと思うんですけどうん、うん、あれもなんか何かでこの町はこうなのかみたいな、うん、その経緯を説明することにすごい 頑張ってるなって見えるんですが、うんうん、そういう番組が今までたくさんおかげさまでいろいろ作っていただいたので、くもじの貢献もありましたかね。そうなんですよ。うん、でそういう方のもう訓練された人がこうちゃんと見続けられる土台ができてるんじゃないかなっていうのは思います。くもじとブラタモリ見続けてる人は相当マニアックですからね。まあ、結構旅 <laughs>、まあ、でも一定数いますからね。そうですね。まあ、土台ができてきたのか、うん。っていうのはあると思いますね。確かにブラタモリ ととか見てると街歩くだけででで楽しいすすもんね、うん、そうですよ、ね、地形からねいろんなこと分かったりとかそう,そ,うそういうのちゃんと説明すれば面白いんだっていうのを、うん、まあ我々に証明してくれているので、うん、だまあやりやすいってのはありますよねあれ難しいんですよその僕も作ってて思ったんですけど、うん、結局誰が紹介するかでやっぱ「ブラタモリは」はタモリさんが言うから河岸段球にあんなに興味まず持てる「くも<ー>ジ」は空撮使ってたからちょっと絵の力もあるんですけどくも、うんまあ、ジーのキャラクター作りはすごい苦労して。うん まあ、クモジーが言ってるからちょっと見れるみたいなのがあるんですよ。うん、なるほどで。スーツさんは、スーツさんが言ってるから、それ面白いと思えると思うんですよ。あ、それはありますねど。どういう表現したらそういうふうに思ってもらえるんだろうあの、それがやっぱり本当にすごいんだっていうことを、あの、こう、割とオーバーに、うん、あの言うってこと結構大事だと思うんですよね。うん、なんかここに坂があって、坂がありますねっていうだけだとあれなんですけど、うん、うわぁ、こんなところに坂がありますとか言ったら、<laughs> などうしたのみたいな感じになるじゃないですか。<laughs> あ、クモジーもそんな感じでしたね。あ、ですよね。うん、だからやっぱりあの、 ちょっと、ま、何か自分がいいなと思ってしかもみんながパッと見ただけじゃ分からないようなものだったら、うん、きちんと、うん、あの感激したような感じで、うん、あの表現することは注意してますまあそうじゃないとそうだよな、うん、坂川って言われてもスルーしちゃいますもんねそうですよね、うん、そうだから何なのって言われたら、まあ、その通りなんで自分の好きな道描いていこうっていう人のために他にオーバーに表現する以外何かありますコツみたいなまあ自分が本当に感激することは大事ですよねでもあ,<ー>まあ,あと極端な話自分があの 面白いと思えるものだったらば、まあ、絶対か分かんないですけどみんなもあの共鳴してくれる可能性はあるんで、うん、ただそれにとらわれてるとさっきの話に戻っちゃうんですけど自分の興味ばっかり優先して数字が取れなくなっていくってのはあると思うんでそこをこう,うまく分けなきゃいけないんですけどでもやっぱりその。 最初の話みたいに、ある程度その趣味的な喜びとか楽しみとかその感覚を持っておくことが大事かもしれないですよね。あ、魚を紹介すれば伸びるんだって言って真似してあの魚のことを勉強して紹介するだけだと、もしかしたらそこの感覚がつかめないのかなって思います。やっぱ本当に坂を愛さないとダメですよね。あ、そういうことですね。そうなんですね。これがじゃあなんだろう、会食街でできた坂なのか。 はいで。昔のこう、富士港の後でできた坂なのか。はい、坂にもいろんな種類ありますもんね。<laughs> そうですね。坂を本体するとこかですよね。坂は好きですかあ、坂とか川とかが非常に好きですね。さ坂、ちょっと坂について語りますかじゃあ。あ、ぜひ。東京の坂どこ好きですかまずやっぱり僕は田端駅の、あの、うん 山手線がの田畑駅を出発したところから駒込に行くにかけて上り坂の区間がありますいその上り坂区間のところちょうどその田畑っていうあの町の名前じゃないですかちゃんと調べてないですけど多分あそこら辺が平地の終わりだったから田畑なんじゃないかなと思うんですよね田んぼが作れるような田畑駅って山手線の起点なんですよね起点って終点ですけど山手線ってあの丸い緑の山手線っていうふうに言ってるけど本当はあれは品川からあの田畑だけなんですね本当 の山手線は、うん、で、あのまさに、あの東京の平地区間の終わりであることを示すであろう田畑という地名から出発して。うん、山に入っていくところが、山手線のスタートだっていうのを見ると、ああ、やっぱり、あの、山手線面白いなって思いますね。そうなんですよね。山手線って、上野とか秋葉のあたりから、品川っては全部高架なんですよね。あ、そう、よく、本当によくすよ、ね。いや俺かマニアだから、<laughs> 本当、<laughs> てっちゃんだから。<laughs> あ、そうなんですか。そうですよ、かなり。<laughs> だからあの、ね、今の下を開発してますけどね、はい、ショッピングモールとかにして,てあそこはもともと海だったんですよね。うん、あそう,ですよ、ね、そう昔の山手線の写真とか品川のたり見ると海ですもんね、横ね。と、ねうん、いうか、山手線じゃないですよね、だから山じゃないんで、山手線もずーっと景色見てるとめちゃくちゃ楽しいですもんね、確かに田端たりから武蔵野台地入ってって、やっぱりちゃんと山手線の終点の大崎のところで山を抜けて品川の平地に入りますもんね。それやっぱ景色 マニアだと味わい深いですよね。いやー、ほんそうですね。うん、で、普通の人も、それは多分説明すれば、うん、山の手線っていうのは本当に山を走ってるから山の手線なんですよって言えば、うん、多分みんな分かってくれる範囲だと僕は思ってるんで、はいうん、そこはあの動画で使う可能性ありますね。うん、だあれですよね、田端駅の北口だったかな、あの山側の出口とかなんかも、本当に山な感じしますもんねああ。そうですね。崖の上にあってね。そう。他、なんか東京のマニアックで好きなとこあります そうですね。坂、坂以外に何に注目してます。坂と。坂と、やっぱ川じゃないですかね。川。はい。川もいいですよね。川、川、どういうとこ見てます。やっぱ、基本は隅田川が僕は一番いいと思うんですけど。隅田川について、じ熱く語りましょうか。あ、いいです。俺も隅田川オタクですからね。あ、そうですか。ついていけるかわかんないですけど、ついていくとかないですから。上下はないですから。隅田川、どう、どういう、何が楽しい隅田川。ああ、まあ、いろいろあるんですけど、僕はやっぱ一番好きなのは橋が、あの、震災復興の。 ちょうど今年で関東大震災100年ですから、うん、そうこの間もあの行ってちょうど動画とか撮ってきたんですけど、はい、まあやっぱ僕は永代が一番好きなんですけどねななんで好きなんでで好きすか今は永代橋を見てうおーって思う人いないと思うんですけど、うん、昔の人は永代橋を見て多分うわすごいな多分夏だと思うんですよねそこまでが昔あの江戸湾だったのかなで永代、はい、橋から多くが多分隅田川みたいな扱いだったんじゃないかなと思うんですけど、はい、昭和一桁年代の時にその橋を 震災で落ちてしまったのもう一回かけ直したときに、これが帝都の門ですよと、東京のシンボルですみたいに、そういうふうに言うぐらいだから、当時はすごい見た目だったんだと思うすでそのなんか時代の変化があ,のあっても、今はなんの変哲もない見た目に感じられるけど、昔はそうだったんだなと思いながら、くぐるのがいいですね。というと、ここでいうと、永代橋、勝ど時橋とか勝ち時は確か復興じゃないらしいんですよ。ううあっていうのは勝時 昔は多分なくて、あそこに造船所がありましたよね、石川島、工業、佃島にありましたね。ですよね、だから多分もともと永代より下流には橋が架けられなかったんだと思うんですけど、でもそのあのにやっぱり必要だからっていうのを勝ち時をかけて、だからあれだけ羽根橋ですよね。相生橋、永代橋、清洲橋、倉前橋、駒ヶ橋、琴添橋か。それが帝都復興、そうですか隅田川六橋っていうんですか、なんで橋見ようと思ったんですか、帝都復興の。 僕、住田棚マニアですけど、はい、橋も全部好きですけど、うん、だけど、まあ、この帝都復興に絞ってこの6個の橋回ろうとまあそんな思わなかったんですよ。はい、あそうですか、うん、だそな,なんでそこの目線に行かれたのかなそ思ってれは多分新大橋が、うん、あのお助け橋とかで有名ですよね。あの関東大震災の時にあに東京中の橋みんな落ちてしまったそうなんですけど、うん、あの新大橋とかその辺りの橋は落ちなかったのでみんなその上にこう頑張って。うん 待機していてい火災から焼け残ることができたという話がね、うん、あるそうなんですけど、その新大橋がやっぱりあの残ってて、他の橋はみんな落ちてしまいましたみたいな話を前に聞いたことがあったので、うん、じゃあ,あの、それで落ちたってことは新しく作るわけじゃないですか、うん、じゃあ、その時に作った橋、残ってるのかなと思って調べたら、全部残ってるっていうのが分かって、ですね、うんはい、あじゃあ、それ全部見たいなみたいなのを、ちょうどコロナの時に思いましたね、それ。 へなんでコロナの時にそれを思ったんですかはい、それはですね、あのコロナの時に、あの、あちこち全国出かけている撮影をしてたのが、全部できなくなった時期があったので、うん、じゃあ、まあ逆に、せっかくできないんだから、うん、まあ、 そういうい撮影じゃないことをやってみたいなと思って深夜にレンタサイクルで緊急事態宣言の一番の時だったのでそれであのもう全然人がいない無人の東京をこう好き勝手走ってですねで文化財をこう取って回るみたいなのをやってたんですけど地方行けないからそうですそうですもう自分の家からあの真夜中の間にこう行ける範囲でみたいなやってましてでそのぐらいの頃に そ東京の文化財とか結構面白いなみたいなのを、うん、あの要は、そのブランク期間みたいなのがあったので、うん、まあ気づくことができてよかったですね。いやー、ちょっとスーツやっぱやばい25歳ですね。<laughs> そうですか結構マニアックな目線が <laughs> あ。でも結構いると思いますよ、こういう人。まあ、いるん、まあ、いますけどね。はいはい。実際にやるかどうかっていうのはまた別だけど。あまあ、ま,あまあまあ。で、その時に、じゃあ、種は思ってて、今回っていうか最近改めて動画にしたんですか結構、あの、やっぱ同じようなものを結構擦るんですよ。うん、何回も。っていうのは結局、 この動画はもう後半まで見てる人はそんなにたくさんいないわけなので、うん、他の動画に出演したときにまた同じことを喋っても、うんあの、そこで初めて見ましたみたいな人結構いると思うんです、ね、よ、はい。だからもう動画の後半とかに出てきているものはもう使い回しても全然問題ないだろうっていう感覚でやってるので、何回でも撮影できるということなんですけど。 調べない旅行行ってて工業地帯に行くとショッピングモールがあるじゃないですか <laughs>、はい、いやじゃあこのショッピングモールがここにあるってことはもともとそれは工場だったんだなっていうのは察しがつくじゃないですかうん、うん、じゃあ,あのその工場がなくなった原因は何なんだろうみたいな感じで調べます<ー>やっぱり歴史を知って、うん そういうマニアックな場所を楽しめるっていうのは、旅行のすごく重要スキルだと思っておりまして、有名観光地に行かなきゃ楽しめないようだと、あのお金もかかりますし、ね、そっちも絶対楽しめると思うんですよね。 今後後どうのか最いて今考えているのは、毎日を健康に過ごすぐらいしか、まあ、社会の一員でこうあり続けて、その仕組みをちゃんと分かっておくことで、まあ、自分のボケとかあの、頭の老化防止とか、25ですよね、そういうことしかね、普段考えてないんですね、最近<う>でもなんか、その延長線になんかありそうなのは、不動産組てことですあー リハックではですね、サブスクのまったりリハックというサイトもやっております。こちらはですね、舞台とか、リハックスとか、経済の森の楽屋トークとか、アフタートークみたいなものもたまにちょこちょこ配信したりしてます。なんかコンペだけゃなく、ちょこっとした、ちょこっとした、ちょこっとした話をしたり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんとライブに出会えたりしながら、お話をさせていただくと、私、非常に楽しみにしていただております。本当に。 いいまあ全然登録した方も大丈夫ですし、ちらっと登録,、ね、登録してなかった方は登録してください。引、はいえー、き続きよろしくお願いします。